動画を見るときは、部屋を明るくして、画面を見続けすぎないように、注意しようぜ。ベネクレア王国の復興にあたって、どこの存在もレベルとした阻害要因の一員です。復興の計画がどこに知られた場合、なすすべもないためです。当然、どこの取り巻きに見つかってしまっては、元の子もない状態となります。また、奇跡界隈には、日光に変身して、スタートの後を追いかけているバトラーの存在も忘れてはなりません。日光のユニバース化計画も持ち上がっておりますが、音の木の事情や、他のルートでのやり取りもあってか計画はゆやゆやの状態が続いているのが現状です。月球の収録の他の企画で日光の大元が鍵っ子にあるとも言われており、状況はより複雑なものとなりつつあります。ピョンタプロデューサーからの以下のお願いを確認の上、この動画をご覧ください。本当に日光がユニバースとなって、奇跡界隈で幅を利かせるのか。ただでさえ、この前のニュースエクスプレスで、大元が鍵っ子にあるって言われてたくらいだし、どうせ破綻するに決まってるって、鍵っ子こそが、東子と並ぶ奇跡界隈の共通の敵だぜ。まったくじゃ、あそこまで落ちぶれておったとはのう。そのせいで、マジョリーノたちもイカガルを得なくなったんだよな、熊平城。熊平城は初めて降り立つ舞台ではありますが、なんやなんや、また新たな敵対組織が生まれたというのやろうか。こうある通りです。とうとう鍵っ子が、奇跡界隈の敵対組織となってしまったのです。なんということじゃ、やが、ベネクレア王国の復興に大きく影響しないやろう。それがですね、熊平城に鍵っ子が接近しており、忍び星が防衛に当たっている最中です。鍵っ子は新たなメンツを加えており、以前よりも強力になっております。鍵っ子は赤組の敵対関係であるカラーズ陣営ということから、いずれは敵対組織として立ちはばかる者として警戒しておったのですよ。それが、栄王の愛の抹消の計画が進行してから、様子が一変したということです。とりわけ、忍び星だけでは熊平城を防衛しきれないことから、マジョリーノたち支配人も応戦に出陣するという形になったのです。とうとうこの時がやってきたのじゃな。こちら側でも鍵っ子もゴウゴウに異変を感じておったのじゃ。ノーマルアット陣営とスンガリさん、鍵っ子に USJ、 これらが争うことは前代未聞の異常事態じゃ。そのせいで2014年度にグラちゃんをゲットできなかったりと、グラちゃんルートにも大きな影響が及ぶ結果となりました。なんつうか、奇跡界隈が鍵っ子と USJ を避けてるような体制だったわけです。赤田組は USJ を避けてることはありませんでしたけど、ノーマルアップ陣営が醜いもんでした。
このことがスタートに白樺姫の救出で先起こされる結果となったのです。内容文や理解はスタートの聞き手で解放から聞いておる。新たなミッションとしてガビコ戦争を始めるのじゃな。こちら側でも大きな問題となっております。カギッコとの関係の悪化は時が経つにつれて増してゆくばかりなのです。下手をすれば鉄道乗車機に集約させることすら及ばずにそのままスクラップ中未来も考えられることにあります。おまけに C 型ですらデザインが古めかしく見えるのもオールツ陣営にとってはマイナス要素のようです。少なくともカギッコの問題が片付くまで熊平城の秩序が保たれることは難しく、ベネズエラの王国の跡地にも出向くことが困難と思われます。復興の遅れも辞さない可能性が出てくることでしょう。カギッコたちの暗躍によってこちら側もいよいよまずくなってきたな。スタートの聞き手で解放のようなユニバースのメンツを集結させてはどうやろうか。ユニバースのメンツに関しても、春日の会場の全面的なデコ入れで、現地に集約することから、ベネクレア王国の復興に回るのは、そちらが一段落してからと思われます。見積もりでは、2023年度にベネクレア王国の復興に取り掛かるのは、かなり困難な状況と見られます。だからノーマルアットをあれほど引き止めたんだがな、シガーミントに取られっぱなしなのがかなりと、尺に触る形だったんだな。ノーマルアットからすればこちら側のメンツが劣って見えたのじゃろう。しかしながら実際のところはどうなんじゃろうかな。音の気を起用しておったのなら劣って見えるようなことはないじゃろう。逆にオールツ陣営で音の気が主力になっておるところを見てシュガーミントにおったものは悔しかろう。つうても音の気が本領を発揮するにはかなり後のことやったから、それまでからなかったしな。少なくとも2010年前半まではこちら側のメンツを強化すればええちゅう話やあらへんかったわな。サードパーティの影響力が失われてからのことでやっとこちら側のメンツの能力をフルで発揮できるようになったぜ。それまでがしんどいものじゃったわ。ヒーラミショック、シガーミント、ユイちゃんパニック、ゴーストパニックと立て続けに災難があった時は月鉄界隈の完全敗北、レガールからの撤退という文字が冗談抜きで浮かび上がったくらいで、夢地を叩き起こしたりアースムーンを取り込んだりしてようやくオールツ陣営としての軌道を取り戻しきったぜ。この列連ですらこの状況やと、ピーターもケイハンナも同じ状況になるで、これはカギッコが完全に共通の敵になっとるちゅう証拠やな。しかし、ベネクレア王国の復興においてはどのような形で復興させるのじゃ。かつての姿を再現させるのか、完全に神聖の形とするのか、どちらかを選ぶのに悩んでおるように思えるのじゃが、メインとなる部分を完全再現させ、周辺の部分を現代の世界に溶け込む形に改良する予定です。事実、こちら側で行われている青バラ祭のステージがモデルとして存在するわけですので、あの青バラもベネクレアのバラじゃからのう、武器に復興した時は、常に青バラ祭が展開されるじゃろう。師匠、どこから湧いてきよったんや。どうせならカギッコと破壊家で遊んでやってもええんやで。てか、それやったら最初から師匠にカギッコの問題をどうにかしてもらった方が手っ取り早いわ。でーもー、カギッコって前まで住んだのに悪い子じゃなかったはず。どこかのタイミングで売れちゃったのかーなー。もっと前に言っといたらよかったわな。カラーズ陣営の一角として前々から敵対関係やったって。あ、そういうことなら話はめっこね。どうせなら処方やマンタッチに改造しちゃったら。俺らも企んでたぜ。そいつ女だけど普及も注目に出せないだろうな。多分出しても面白くない。とやるだけ時間の無駄だから、それこそどうこやるラックダイヤのようにカギッコのメンツまでやっちゃおうかな。お姫様だっこ大作戦。クラウジ、本当にその行為が好きなんだな。何かいいステータスでも抱えてるのか。ステータスなんてなし。どうこに対してやってみたら吹っ切れたんだ。でもカギッコでメンツが多いけど誰にやったらいいの。
ぼっきが飽きるまでやりこうないってところでよいじゃのう。農作が開けることがあったら、引き止めることがあるかもしれぬがのう。ついでに言うと、ピーターの収録で新たな秘密兵器の存在を取り上げる予定やで、ちなみに大原の夢の国が関与してへん。季節界隈単独での設定やで、まあ大原の夢の国は他社戦の世界観に変に突っ込まれへんから、鍵子戦争に参戦でシーフンをカバーする役割があるんや。そっちでも秘密兵器をまた作っておるのさ。バルナスアースやバルナスターに続いて何を生み出すというのじゃ。秘密兵器の蘇生ラン作って呼ばれたりしないやろうか。蘇生ラン像どころか短時間で強力な兵器を量産しているオルプが危ないと言われる始末です。スタートの性格以外でわしと見てきよった。それはないと思われるのだが、しかしスタートがエイリアン X 改めネクロビアのような兵器を生み出して暴走させることがないから気がかりとなるのだが、そうだよな、バルナスターを実用化させたくらいだから心配ないな。しかしながらクラウディも危機感もないリアクションはどうにかならないものか。その件に関してはこちら側も心もとない心境です。誰もわしのことを相手にしてないじゃないの。いくらなんでも自業自得にもことがある話やで、今日もヘンテコやし、エイリアン X でしくじるしで、そこら辺は師匠と弟子で対照的なんだな。なんか知らんけど双方で大きな差が出てるな。ピエロは星空界だから天使界と比べて明らかにも上司者が多いと思われる。今日も明日も明後日も明の孫実もクラウディはひたすら上司に乗るだろうな。今日もとっくに上司に乗ってるしな。ガビーコとクラウディの戦いもいろいろと危ない予感がするのじゃが、スタートたちがカバーしてくれるじゃろう。師匠くれぐれもこっちの足を引っ張るにあらへんで、今日の段階で危ないんやから。クラウディを迂闊に呼べない要因をよくよく感じられたわい。クマヒラ城を破壊しそうで恐ろしいわい。クマヒラ城を破壊するようなことがあったら、それこそ本末転倒な話やで。てか魔女と空飛ぶ全裸未婚の空間のお城の周りでうようよとさまよってたら変な環境に思われるで。こっちで言うたら大阪城周辺で師匠と魔女リーノが飛びかかってるような形やで、下手なメタバースのシチュエーションさながらに鍵子たちと戦うことになるのか。それよりもこの企画なら鍵子の問題を回避できると思ったんだけどな。わしらの劣行為まで及ぶとなるとピーターや軽犯なはなおさら危険じゃ。今になって鍵子たちがオールツ陣営に宣戦布告することがあるものじゃな。まあ季節界隈が鍵子と不仲で戦争を起こすことになるのはもともと規定路線なんだがな。しかし忍び星の危機を受けて熊平城の秩序を保つ決心をあっけなく受け入れたものだな。実のところわしらにおいても2017年の番組乗っ取り事件で封聴されておったりと色々と影響が及んでおったのじゃ。特にリーフィーは鍵子にボコボコにされ放題じゃった。リーフィーが音の木と一緒になりたかった要因でもあるのじゃ。鍵子にこの剣が見つかったら父範囲もただでは戻されへんかったはずやろんな。リーフィーに近鉄5820系に白樺姫、他にも鍵子によって苦しめられてる車両やバトラーが多いこと。スタートと KF 信長は鍵子との全面対決の伏線と言わんばかりだ。以前から立て続けに起きてた怪事件も鍵子の戦いによって多くが解明されることが期待できるぜ。次のピーターも参加させてもらっていいかな。どうせ次も鍵子の問題に触れるんじゃろうし。確かに師匠とマジョリーノは次のピーターに来た方がええで、アイレンスイレンの剣とともにかなりと重要な会になる見込みやから、季節界隈と鍵子の関係の真実がいよいよ明らかになるで、この剣も後の世代に向けて記録を残しとこう。
かし、なぜかギーコと部仲になって、戦争に至る結果となったのやろうか。月鉄界隈では、相手をカラース陣営として、いにきがっておるようやが、それが真実なのやろうか。本当の偽装は、おそらく別のところにあるのやろうが、何が原因なのかはわしらも知らぬ。その真実が、月鉄とカギコ以外にも関係しておるのか、そのあたりも気になるところではあるがのう。